はい、どうもベチです。イエーイ、ね、というわけで、突然ですが僕から問題を出します。今日は僕の問題に答えて見事正解した人はプレゼントがもらえちゃうっていう企画を考えついたんで、それをやってみたいと思います。ちょっと一つね、こだわりのプレイっていうのがありまして、これはどういうプレイかというとですね、グリスサンド、まあ聞き慣れないと思うんですけれども、まあですね、こういうやつとかね、あとはとか、まあこういうこのスライドさせる、これをですね、グリスサンドっていうふうに言うんですけども、まあ僕はこれをですね、めちゃくちゃやるんですよ、実はライブ中に。まあ見て分かって、あんまりね細かすぎるんでね、分かんないと多いと思うんですけど、とにかくいっぱい対応してます僕は。そのぐらい僕はこのグリスサンドが好きなんですね。なので、このグリスサンドをですね、じゃあ、ベッチ君は1回のライブで何回やってるかね、これをですねぜひ皆さんに当てていただきたいなと思いまして、今回ですね、このような動画を作りました。この辺で、結構やってるでしょ、これ、ね、そうなんです。実はめちゃくちゃやってるんですよね。でこのグリスサンド、このブーンをですね、何ブーンしてるかね、何ブーンしてるかを当ててくださいね。これじゃあ見事正解された方には僕からのプレゼントとして、ベッチ君のですね、このかっこいいブーンができるギター講座、はい、これをプレゼントしたいと思いますね。かっこいいギター、ブーンってどういうところでブーンってしたらいいの、どうやったらいいのっていう、このかっこよくできるブーン講座をですね、プレゼントいたします。ちなみにこれは東京都内でやります。ちょっとでも私ギター弾けないとか、僕ギターはできませんっていう方がもし当たっちゃった場合はですね、その時はもう僕と一緒に酒を飲みに行きましょうね。はい、ベチ君とお酒を飲みに行ける券で、これをですね、プレゼントしたいと思いますね。はい、ちなみにこれも東京です。東京でお酒を飲む、東京まで出てこれる方にしましょうね。はい、じゃあ、さらにですよ、じゃあギター弾けません、ちょっと東京にも行けませんという方が当たってしまった時はですね、まあじゃあその時はもうこれでいいですか、これね、僕去年 T シャツ作ったんですよ、 T シャツをね、これこんな僕ですよ、これどうでしょう、これドクターマーチン履いてるんですよ、ちゃんとで、ここまで作るね、この僕の T シャツをじゃあプレゼントいたしますね、当たった方にね。じゃあそんな感じで、やりたいと思います。じゃあ、今回ですね、じゃあ参加条件をじゃあ、一つ言いたいと思います。まずは、僕のツイッターをフォローしてくださいね。はい、僕のツイッターをフォローしてください。で同時にこの今僕がこの喋ってる動画、これのツイートをですねリツイートしてください。はいね、リツイートで、そしてその、僕のツイートに対してじゃあ何回ブーンをしたかっていうのを、書いてください、リプライください僕にね。じゃあ、5回ですとか15回ですとか、いや83回とかね、そういう感じで何回1回のライブでブーンをしたかっていうのを、ぜひ、そこに書いてねください。なのでフォローしてリツイートして答えを書くとね、そのツイート、そうしていただければ、今回のこのベッチ、なんだろうこれ、ベッチのブーン大会、ブーン大会に参加することができますので、はいね、ぜひ探してくださいね。というわけで、じゃあこれをですね、まあ、今日水曜日でしょ、だから木金土と、じゃあ3日間しましょう、3日間、その答えを、募集しますんでね、この3日間の募集をして、じゃあどうしようかな、土曜日でしょ、あ土曜日俺ちょっとそうか夜飲み行ってんのか、じゃあ土曜日中ということにしましょう、土曜日の12時までにしましょうか、じゃあね、夜の12時、要は日曜日になるまでですね、募集します。で結果をですね日曜日アップしようか、じゃあもう動画はできてるんですけどね、はい、答えはできてるんですが、そのじゃあ結果は27日のね日曜日に、その何ブーンだったかっていうですね、
結果を発表したいと思いますね。ね、それを見てですね、やった当たったとか外れたとかね、言ってもらえればなと思いますね。はい、というわけでこれこの企画どうでしょう、盛り上がるんでしょうか、盛り下がるんでしょうか、よくわかりませんがね、こんなことも今年はいろいろやっていきたいなと思ってますのでね、僕のステージを見逃さないようにお願いいたしますね。じゃあ今回の、ベッチ君のプレゼント企画第1弾、ベッチのブーン大会なんだ、ブーンチャレンジわかんないけどね、というのをやりますんで、じゃあ皆さんふるってご参加ください。ではよろしく、待ってるぜ。イエーイ。